さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組です。今回の企業は森ビルさんです。森ビルさんといいますと、東京の港区六本木や虎ノ門でね、多くのプロジェクトを手掛ける総合ディベロッパーです。今見ている皆さんにとっては表参道ヒルズとか、あとはラフォーレ原宿とか、そういった馴染みのある施設も多いんじゃないかなと思います。さあでは中で働くって一体どうなのか、いろんなお話聞いていきたいと思います。では早速今回のゲストのご紹介です。森ビルから島田さん、そして笹さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、いかがですか今日の意気込みを、島田さん。ちょっと緊張してるんですけど、皆様に森ビルの魅力伝えられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。笹さんいかがですか。私もできる限り何でも答えようと思いますので、いろんな質問パンパン投げていただければと思っております。はい、NG なしと受け取りました。はい、よろしくお願いします。さあここからはさらにいろいろと深掘りしていきたいと思います。まずは今回のトークテーマ見ていきます。こちらです。さあ5つご用意しました。お時間許す限り聞いていきたいと思います。それでは1つ目の質問、こちらです。なぜアーチは生まれたの、ということで、これいきなりなんですが、実は笹さんが関わったプロジェクトなんですよね。はい、笹さん、まずアーチとは何なのかから教えてください。はい、わかりました。アーチとは、はい、大企業、日系 の、 東証プライム市場に上場されているような大きな企業さんの中で新規事業を担当されている皆様が集まる、イノベーションセンターになります。はい、日々そういった新規事業に携わっている方が学び合い、交流し合い、アイデアをこう、ぶつけ合いながらですね、新しいサービスを考えていく、そんなような施設になっています。それはちなみにどこにあるんですか。あ、失礼しました。はい、虎ノ門ヒルズビジネスアワーの4階に2020年にオープンをいたしました。はい、プライム上場しているということはもういわゆる大企業ですよね。はい、そういった会社の中 の、 その新規事業、いわゆるこうベンチャーを立ち上げるみたいな、そういったイメージの方々がみんなで集まってこういろいろお話しされるような場所ということなんですね。はい、そもそもなぜそれが生まれたんですか。そもそもなんですけれども、やっぱりこう各デベロッパーの皆さんは今そういったイノベーションテーマにいろんな施設を企画されています。なるほど。はい、で森ビルもそういった施設を作ろうということで、プロジェクトが立ち上がったんですけれども、やっぱりこうなかなかスタートアップに向けたそういったイノベーションセンターっていうものは結構もう東京の都内にたくさんあったんですね。なので森ビル独自のアプローチとして、どんなものがあるかなっていうことを考えた時に、やっぱりこう日本ならではのこのイノベーションが生まれない課題に僕たちは目を向けました。でやっぱり大学、優秀な大学を卒業される皆さんはやっぱりこう大企業への就職意欲ってまだまだ強いと思っていまして、でやっぱり大企業にそういった優秀な方、物、お金、そういったいろんなリソースが集まってるんですけれども、その大企業がなかなか変われない。で我々森ビルはじゃあこの大企業を少しでも変えることで日本経済全体が良くなる、もしくは新しいサービスが生まれるような好循環が生まれる、そんな日本を目指してこの大企業にフォーカスした施設を作ろうということになりました。なるほど。そういったところでこう大企業に注目したと、それがひいてはこう日本が元気になったり、いろんなまたイノベーションが生まれたりするきっかけになるということなんですね。はい、現在はもうそれは運用されているんですよね。はい、2020年、コロナとともにオープンしたと。なるほど、図らずも。はい、そうなんですけれども、紆余曲折ありながら、おかげさまで今3年間続けて4年目を迎えているというような感じです。なかなかそのイノベーションセンターと言われると成果が見えづらいというか、何をもって成功なのかって難しいと思うんですが、現在地としては成果いかがですか。成果としては、我々こうどういうサービスが生まれたっていうものを、やっぱりこう KPI として置きたいっていうふうに最初は思っていたんですが、それよりも我々はデベロッパー、プラットフォーマーとして、どれだけ多くのお客様にどれだけ多くのアイデアをぶつけ合えたか、出会いの数みたいなところを KPI として置いております。
なるほど、まあ、そのマッチングアプリに例えるのは違いますけど、その出会いの場はどれぐらいできて、はい、それがどれぐらいマッチングしたかみたいな、その数がやっぱり大事ですよね。そうですね、うん、なるほど、ありがとうございます。ではそんな場所で何が行われているのか、次の質問です、はい、さあ、どんなイベントが行われているかについても聞いていきたいと思います、うん、そもそもじゃあ私が大企業のその新規事業を担当する人間だとして、はい、そこをどんなふうに使えばいいんですか。なるほど、まあ、大企業っていうコンセプトを置いたところで、うん、はい、まあ、他のこうスタートアップ向けの施設と大きく違うところなんですけれども、うん、大企業でこういった新規事業に携われる方っていうのが